2024ですけれども、HBC ラジオです。今日はもう10時スタートの段階からたくさんの方に来ていただきまして、はい、ありがとうございます。そしてまた新しく来ていただいている方もいますし、まあでも大半はもう、はい、さっきと変わり映えのしないそういう言い方感謝の気持ちがない、感謝を込めてのラジフェスなのに変わり映えのしない顔ですけれどもまだ言うの、お互い様ですよね、お互い様ですけど、もうありがとうございます。さあ、はい、いろいろね、内容盛りだくさんでお送りしますけれども、はい、さあじゃあ、行きましょうか。この後11時からは、はい、グチのグッドフライデースペシャルステージお送りしていきます。グッチさんが登場します。はい、あ、スズランも登場しますよ。グッチさんだけじゃなくて、スズラン、スズラン、さすがにスズランっていうのはこういう可愛らしい、こういうお花ね、お花ですよね、白いお花 ね、なんでそんな可愛い名前つけたのかね、可愛くないのに。そういうこと言わないでくださいよまたうずうずしますよちょっと、はい、スズランの、はい、でもう一度大事なことをお知らせしたいと思います。はい、大事なことです、はい、会場内動画の撮影だけご遠慮いただいてます。ごめんなさい、動画だけごめんなさい。写真は OK、 写真は撮ってください、めっちゃ撮ってください。動画は NG 、はいはい、ということですので。そうです、はい、でもしも写真撮ったら、あわよくば SNS やってる皆さん、はい、ハッシュタグラジフェス2024でつぶやきの方よろしくお願いします。先ほどもお伝えしましたけれども、はい、もし僕とか山根の写真を載せていただくであれば、決して悪口は、はいはい、悪口を書かないでそれ大事な連絡でした。褒めてください。スズラン、スズランの写真を載せるときは、はい、これこの二人誰かなみたいな、やめてくださいよ、本当に通りすがりの人でも、ハッシュタグ通りすがりの人でもいいですよね。ちょっと勝手にそういうハッシュタグ作らないでくださいお笑い芸人さんですよ、もう。ああそうですよ、名は知れてますよ、相当知ってますよ。そうですよ、山本くんとしげちゃんですよ。なんでこれ見ながら確認したんですか、山本くんとしげちゃん。なんで紙見ながら名前を確認したんですか。どっちがどっちだろうそこからなんですもんね、やっさんはね。僕の中でね、しげちゃんはしげちゃんっていうイメージと違うんですよ。しげさんじゃなくてしげちゃん、しげちゃん、しかもちゃんなんですね。しげちゃんは僕の中では、はい、としおくんっていう感じなんですね。イメージが怖い、もう本当に勝手にね、すいません本当に、はい、さあそしてもう一度、2階席、3階席、皆さんありがとうございます。お、手振っていただいてありがとうございます。で、もちろん皆さんも写真撮ってください、写真撮ってください。ただし、その際にはお持ちの携帯電話、そしてカメラ落っことさないように気をつけてください。危ないですか、ね、落とすとどうなるかってことをお伝えしておきますけど、落とすと壊れます。わかりますね、ガシャーンってなりますので、音もなりますね、そうですね、もしくは下にいる人にダーンって当たりますので、はい、大変だ、これ大変なことになりますから、はい、くれぐれも写真撮るときはなんかストラップがあればちゃんと手に巻きつけて、はい、もしくはこの手すりから前に出なければ、はい、落としてもバンと落としても自分の足にあーってなるだけですから、足も気をつけてください。それは大丈夫です、落とさなければいいんです、とにかく、はい、気をつけてくださいね、よろしくお願いします。2階の方もありがとうございます。ありがとうございます。2階の方にも聞こえてますか、はい、この我々の声、はい、聞こえてる。ちなみに今喋ってるのは HBC ラジオ、カーナビラジオの、あ、我々も、あ、自己紹介してなかったそうですね、カーナビラジオのものです。HBC ラジオの、福山雅治です、よろしくお願いします。シーン聞きました、今のこの会場のシーン。どうするんですか、ちょっとグッドフライデーこれから登場だっていうのは、まあいい、もうパスは出せましたよ、もう盛り上げてもらいますよ、もう本当にびっくりするぐらいシーンとしたね、今ね、気持ちよかったですね。じゃあやってみな、私女優の自己女優として、HBC ラジオではリスナーさんから広瀬すずって呼ばれてます。いや待って、やめて、ほんとやめて、ごめんなさい、嘘だっつーの、ごめんなさい、やばい、本当ごめん、お客さんはね、はい、優しいからね、ひゃーって拍手してくれたけどね、はいはい、ディレクターのね、怖いわ、ディレクターがね、部長怖いわ、部長が、うちの部長怖いわ、マジで、って顔した、本当に、今、配信もされてんですよね、ちょっと飛んじゃった、ペン、配信されてる？そうです、配信されてんですよ、この今、そうです。あ、ライブ配信されてます。配信でひあこんなこと言ったの広瀬すずですとか言っちゃったの、やさかって言ってますよ、恥ずかしい。シーンっていうのももう全部聞こえてますから。俺はいいじゃん、まだシーンってなったから何かよし、じゃあもうこのステージ何とか上書きしてもらいます。はい、それでは行きましょう。はい、グッチーのグッドフライデーラジフェススペシャルステージ、どうぞ。
チーのグッドフライデー、皆さんこんにちは、ようこそ新札幌サンピアスにお越しくださいました。さあ私と共に出てきたのは、どうも山本と俊夫くんです。鈴蘭です、よろしくお願いします。しげちゃんよ、しげちゃん、俊夫でございます。通りすがりの人って言われてました。通りすがりの人、安さんが俊夫くんって呼ばれるのかな。俊夫です、俊夫です。どっから俊夫のイメージがあったんでしょうね。ただもしかしたら安さん僕のことをしげちゃんって思ってる可能性もあります、ね、どっちがどっちか分かんないです。まあ分かってないです、ね、僕を見て本当は俊夫と思ってる可能性もあります、はい、ね、この3人でお送りしております、はい、よろしくお願いいたします。グッドフライデーチームです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごい、 YouTube を見てる皆さんもお元気でしょうか。あ、すごい、会場には来てくれなかったけども、ね、家で見ててください、ね、はい、ということでございます。よろしくお願いします。はい、すごい、改めましてですけども、グッドフライデー聞いてくれてますよって方、ありがとうございます。あ、すごい、ありがとう、涙が出る、これはしげちゃん、俊夫くん涙が出る、俊夫くんじゃしげちゃんです、ここはこれはじゃあグッチーさん一発僕かましてもいいですか。あ、もちろんですよ、かましてやってください。行きましょう、ここですから見せてやってください。それでは参りましょう、はい、山本です。しげです。二人合わせてすずらんです、よろしくお願いします。お願いします。どうもねー、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、反応が違う、ちょっと待ってください、まだどうもねの反応が薄い、あれおかしいです、もう一回ぐらいやってお客さんにお尻向けない、いや違うんですよ、もう一回ぐらいちょっとやってた、グッドフライデーでどうもねって言ってるんですよ、どうもねって来るはずだった、どうもねって帰ってきてくれるのが正解なんだよね、ですよね、ヒューって 聞いてますよね、もうだってみんな聞いてくれてるんだもんね、ですよね、もう一回行きますか、もう一回やってみよう、いや本当にたくさん集まっていただきまして、改めまして行きましょうか、皆さんね、山本です。しげです。二人合わせて鈴蘭です、よろしくお願いします。どうもね、嬉しい、嬉しいじゃない、山本さん、だいぶどうもねが浸透してきたような気がする、若干無理やり言わした感ありましたけどもできれば1回目で言ってほしかったです。ありがとうございます、皆さん、ありがとうございます。時間ないんですから、そう、時間ないですよ、たっぷり30分しか時間がないので、そうです、急いでいきたいと思いますが、改めまして毎週金曜日、はい、昼の12時から夕方5時半まで、5時間半のロングランでやっております。そして、スズランの2人には中継にね、はい、出てもらって、いろんなとこ、せっかくのスペシャルステージで、普段は私もずっとスタジオにこもってまして、で皆さんとこうやって触れ合う機会がないので、うん、はい、皆さんとちょっと一緒に遊んでいこうというようなね、あと、個人的なことで大変申し訳ないんですが、はいはい、先日私ですね、昭和39年に生を受け、60歳になるから、あらー、すごい、あらー、すごい、グッチーさん、すごい、グッチーさん、ネルさん、ありがとう、ありがとう、祝還暦、それあれだよね、HBC のあのサイネージですよね、今あの祝還暦っていうポスターが HBC の入り口のところにダダダダンって4枚も貼ってまして、であのデジタルサイネージってでかい、こんなこれぐらいのスクリーンがあるんですけど、そこにもあの祝還暦って今デルさんが持って、皆さんにもちょっと見せてもらっていいですか、スタッフのように使ってごめんね、サイネージでドンドンドンと出てくるっていうのがありまして、皆さんから拍手が起こっております、ありがとうございます。で、あのちょっといらないかなと思ったんですけど、何ですか、あのえ、何、何ですか、ちょっと待っていらないかなと思ったんですけど、あのこれサインつけてプレゼントしたいなと思いました。うわ、すごい、応接間に貼っていただくと魔除けになるっていう品物でございますのですごいじゃない、グッチさんもあの内輪の方にも差し上げたりじゃないですかねえ、デルさんに差し上げたりじゃないですか、他誰もあれじゃないですか、いらねえって言われそう、欲しい欲しい、いらねえ、この間もあの赤井川村行きまして、カラオケ大会あったんですけど、はい、カラオケ大会の優勝者にこれ差し上げてきましたいらねえって言われて、余ってるんですかこれ待ってないよ、ね、そう、そしたら村長が、うん、村長室に貼るっつって、あ、すごい、すごい大きな、今赤い顔では村長室に1枚貼られておりますが、これは、その他は、はい、貼る場所を選ぶポスターですねですね、はい、お客さん来た時にこうやってポーってなりますよね、でかいなこれも、ね、またね、これ10枚も20枚も作ってくれたもんですから、すごい、でもこういうイベントのことにちょっと出して、放出していこうと思っておりますが、もしよければあのゲームに参加してもらっていただければと思います、よろしくお願いします。いやこれは欲しいですね、ぜひとも、はい、その他参加してくれた方にはステッカーのプレゼントもありますので、はいはい、よろしくお願いします、はい、ます。でどんなゲームをするかと言いますと、はい、はい、今私登場時にいつも番組のタイトルをオープニングにグー
Good Friday って叫ぶんですよね。シャウトしてますね。シャウトしてます、はいはい、シャウトしているのを今日はちょっと何名かにやってもらおうかな。おっとお越しの皆さんやってもらおうかな。グッドフライデー選手権、はい、グッドフライデー選手権、よいしょ、やってもらおうかな。これグッドフライデー選手権っていうのは、はい、グッチのグッドフライデーとありますけれども、はい、うん、グーからトまでの間の時間が6秒、はい、6秒、還暦なもんですから6秒、これを、私今ストップウォッチを持ってます。これで、はい、あ、ちょっとやってみますね。あ、グッチさん、グッチさんが今やられるんですか、はい、こういう感じでやってくださいってことですね。正面向いたら、はい、右側がスタートストップです。スタートストップになってまして、これでグッドフライデーって言ってください、はいはいはい、でこれが6秒オーバーしたらアウト。あ、アウト、アウト、厳しい。6秒以内で6秒に誰が近いか選手権。うわー、すごい。なんで6秒過ぎたらダメなんですか6秒01とかだったらなんか絶対時間です。60なので、そうですよね、そうか、絶対時間60、はい、はい、で、これボタン一回こっきりなんでボタン押し忘れたらもうそれでアウト。うわ、厳しい、厳しく、厳しい、今日厳しいですよ、厳しくいきますよ、厳しい、厳しい、厳しくいきます。とてもお客さんを交えたゲームとは思えない厳しさです。押し忘れてもダメ、6秒超えてもダメです。もうちょっとお客さん交えたら、いやいや、そんなことない、厳しい、厳しくいくぞ、厳しくいきます。もうこれだけのプレゼントがあるんですよこれだけのって、スズランのフライパンプレゼントするんですよ。実物大のグッチーさんのポスターだし ね、実物大なの実物超えてるかもしれませんけどね。はい、ということで、グッドフライデー選手権やってみたいと思いますが、いきなり始めてもなんなんで、はい、ちょっと見本をね、あ、そうですね、3人でちょっとどれだけやれるかっていうのをねやってみたいと思いますけど、まずしげちゃんちょっとどっからやりますか、あの、挑戦してみようか、はい、グッドフライデー、では自分のタイミングでいいんで、グッチーの、はい、グーからお願いします。グッチーのグッドフライデー。さあ一体何秒だったでしょうか。すみません、とんでもないいい記録が、しげちゃん、すみません、空気読んで、多分僕1位かもしれない、しげちゃん、一応発表していいですか、はい、5秒64です、すみません、しげちゃん、初めてやって5秒64はないわ、すみません、ポスターはいただけるんでしょうか、しかも、あげない、しかも6秒以内ってちゃんと収めてくるって、真面目なんで、俺がやりづらい、俺がやりづらいわ、やらせていきましょう。5秒64ですって、最高記録今5秒64。これ右ですもんね。右です。ですね、はい、はい。じゃあ行きますよ。はい。うん、はい、広福地の。おいおいおい。広福地。一押しじゃないんだから。強敵で、あ、強敵ももうやめてるけど。はい、今グッドフライデーとグッチーさん。広福地。今広福地喋って、あ、喋ってないかまだ。12時からだから。FM のセブだから。なんでそんな広さんの情報詳しいんですか。めちゃくちゃ気にしてるじゃないですか。エビデスの公園でリスを取りまくってるこれ。知らないですよ。ハワイが大好きで。めちゃくちゃチェックしてる。ゴルフはシングルだから。インスタから X から。仲いいんですよ。仲いいんですもん。仲いいです。すごい仲いいんです。グッチーのですもんね。グッチーのグーからですもんね。はい、行きますよ。グッチーのグーッとフライデー。声が。はあ。はあ。どうでしょう。さあ、山本さんの記録は一体何秒だったでしょうか。お願いします。6秒ぴったしです。嘘つけよ。なんで嘘つく。嘘をつけよお前。そうやって嘘をついた人生をずっと送ってきたんだな。しげよりも良くないんだもの。何秒だった。5秒24です。あ、5秒。でもまあ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 そんなもんですよね。はい、5秒24お願いします。本物が本家本元行かせていただきたいと思います。お願いしますよ、グチさん。あのこの間一回ちょっとあのお休みいただきまして、その間にあの本間理生アナウンサーに、はい、番組やってもらったんですけども、本間理生真面目なんで、でそのグーッとフライデーっていうのもあのずずっと平均秒数っていうのを測ってくれたみたいで、普段の番組の中では普段8秒で、あ、すごい、でも8秒、8秒を叫んでいるそうです。シャウト8秒してるんですね。はい、6秒で叫んでみたいと思います。はい、では一回行かせていただきます。本物ですよ。はい、グッチのグッフライデー。これは
いいんじゃないですか、グッチーさん。いつもラジオから聞こえるやつ。これは行きましたね。いやもう完璧でしょ、これ。これは行きました、グッチーさん。5秒64。5秒64。5秒24です。5秒24。はい、グッチーさん。5秒27。全部中途半端。なんか4秒とかグッチーさん7秒とか、なんで俺と競ってるんですか。せめてシゲと競ってくださいよ。じゃあやるんであれば。どっちかだよね。2位争いしてどうするんですか。どっちかだよね。本当だって、ここネタとしては6秒超えてたからよかったよね。ここでやっぱり6秒ぴったし出るのがグッチーさんだったんですけど、ね、ちょっとやっぱずれちゃったね。ちょっとずれちゃった。そうですね、ストップウォッチもおかしくなっちゃった。どうやって戻すのか思いのほか力強くやっちゃったんじゃないですか。思いのほか力強くやっちゃった。さあ、というわけで。お付き合いください。ぜひよろしくお願いします。ということで、本当にあの毎週金曜日12時から夕方5時半までお送りしておりますグッドフライデー、ぜひまた来週以降もお付き合いいただければと思いますが、最後に、はい、僕らも中継をやらせていただいて、初めましての中継でしたけれども、2年近くやらせていただきます。これからも楽しい中継したいと思いますので、スズランよろしくお願いします。じゃあ最後に私の方から皆様に、花ハーモニカのプレゼントをさせていただきたいと思います。すごいよね、今日は。じゃこれも中継の中で覚えた、ね、ハーモニカで技だよね。ハーモニカ中継やったんだよね。そうですね、一応。そうそうそう、今日は、花で演奏しながら歌も歌わせていただこうかなと思います。すごいじゃない、素晴らしい、はい。曲はトラブルのロード。渋いですね。お聴きください。昼間にいいですか。結構なんか夜聴く感じ。昼間にやるんだ。はいはい。戦争で イントロだね。ちょうど1年歌んのかよ。歌だけかい。ありがとうございました。両方一品じゃないかということでございまして、スズランの2人とグッチでした。ありがとうございました。この後もラジフェス、そして新札幌サンピアザ、最後までお買い物をお楽しみください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。鼻でハーモニカ吹いてたね。やってましたね、すごいですね。それであれかな、はい、鼻で吹いて口でも吹くのかな。汚ねーなー。ちゃんと吹きますよ。ちなみにでもあの顔が真剣真面目な顔して吹いてたね。はい、グッチのグッドフライデーの3人はですね、この後お祭り広場に移動して写真撮影会を行いますよ。はい、はい、ぜひ皆さん3人と写真撮りたいという方はお祭り広場の方へ、まあ、ゴーです。まあ、3人とっていうか、はい、グッチーさんと撮りたい方は、ちょっと待って、スズランもいる、スズランもいる、スズランもいますから。スズランがこうやってカメラのシャッターを押してくれるんでしょ。カメラ違いますよ。ちゃんとスタッフがいますよ。もうそうです、そうです、はい、今スタッフと一緒に移動しますからね。はい、お願いいたします、はい。さあ、まずトップバッターはね、はい、そうですね、グッドフライデーでしたけどもね。盛り上がりましたね、グッドフライデーでしょ。あ、いけそうじゃん、結構。6秒でしょ、6秒ちょっきり。6秒が一番だった。あれ面白いですよね。ちょっと山根やってみて、測るわ。いいんですか。え、いきましょう。待って、5、4、グチの3、グチの2、グチの1、スタート。グッドフライデー。5秒だね。1秒足りない。1秒足りない。1秒足りない。ヤスさん、いけます。待って、大丈夫ですか、急に。じゃあ僕行きます。測れる。ないです。あ、待って、測れるわ。ちょっと待って、生まれて初めてストップウォッチ機能いいよ、自分で測るわ。いきますよ。はい。5 4 3 2 1グー。ちっちゃい、ちっちゃい、音ちっちゃい、ちっちゃい。見てる、見てるし、見てるし、見てるし。あ、10秒経ってますけど、10秒、12秒、13秒、14秒。え、待って、これ長けりゃいいっていうやつじゃないですよ、これ。ちょっと
ッドフライデー17秒あの息長くしようと思ってちっちゃい声でうーっていうのやめてもらっていいですか。ちょっとね、はい、僕さっきの大会を見ててね、はい、実はこっそり思ってたんです。どうしたんですか。あんな本気で言わなきゃ長くできるのに。いやーちょっとーちょっと細くやれば長くできるのに6秒きっかり目指しました。出ればよかったなさっき手挙げないでくださいよちょっと、ということで、はい、この後ですね、そうですね、カーナビラジオの、そうだ、ちなみにこの後のステージは、あ、そうですそうです、はい、それ先に言わないとですね、この後カーナビラジオの、はい、公開生放送を、はい、生放送、12時からそうですね、あのやります。ラジオの放送にも乗りますので皆さんぜひぜひお声とか拍手とかヒーとか生放送とかわーとか生放送になりますので、皆さんよろしくお願いします。くれぐれもあの変な、はい、変なこと放送禁止とか言わないでくださいね。言う人いないと思います、はい、その案内はいらないと思います。ポコチンとかやらないポコチンはセーフです。すいません、いや全然セーフじゃないですね。ポコチンまだ大丈夫です。今不快に思った方今不快に思われた方はい、ヤスさんから500円をもらってください。すいませんすいませんっつったすいませんっつってた。後で引っ張っておきます。いや引っ張っどういうことまあいいや、まあ、いいや、ちょっと私も私だな。じゃあヤスさんはいろいろ使うの準備あるから準備しててください、はい、そうですね、ね、そうですね、まあ、皆さんが、ね、黙っててくれるんであればここで漏らしてもいいんですけれども、はい、黙れないです。多分私すぐ言うと思います。SNS とかにあげない、あげますあげます写真 OK なんでハッシュタグハッシュタグ、ね、ハッシュタグなんだろうな。ハッシュタグヤスおもらしヤスおもらしおもらし太郎つね、かわいいな。すいませんでした。かわいいな。本当にごめんなさい。お昼時になるのにね。すいません、お昼時になるのに、ね、すいませんでした。配信をご覧の皆さんもごめんなさい。今これ見えてるってことですか、はい、このカメラで、ね、え、このなんか何気ないこのどうでもいい喋りも乗っかってるわけですね。本当だ、すいません、もうね、見えてる。あ、ここのギターも映ってる。すごい広角で、あ、すごい、皆さんも映ってる。皆さんも嘘映ってない、映ってないね、うん、あのね、ここ撮ったら映っちゃいますから、ご了承ください。皆さん映ってるので、だってね、はい、あのちょっと顔出し NG の人いるかもしれないな。もしかしたら今、指名手配で逃亡中の方もいるかもしれません。いませんよ、ここ寄ってる場合じゃないでしょう。だとしたらもうちょっといや意外とこういうところに紛れ込んでるかもしれない。いやちなみにこの配信ですけれども、うん、HBC ラジオの渡辺美さんです。渡辺美さんだ。さんこの後よろしくお願いします。わあ、エミさんって、はい、普段はスケートじゃないんだね。え、いや浴衣し 靴履いてた。去年も履いてましたよね、靴。去年スケート履いてたでしょ。去年ここでやりましたよね。ここでくる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 って夢見ました、ヤスさん。ヤスさん夢見ちゃったの。普通に靴履いてた。履いてますよ基本靴ですよ。どちらかというと基本靴ですよ。あ、がっかり。いや、がっかりじゃないですわ。ちょっと常にスケートシューズ履いていてほしかったな。あれ何言おうとしたんだっけ、さっき。何ですか何だったっけ。何か言おうとしたんだけど忘れちゃった。何だっけ、何でしたっけね。もうおじいちゃんですよ。違いますよ。飯食ったっけとか言うんですよ。食べたことは覚えてるけど、食べたくてもう一回言うことはあります。あれだ、このカメラは、カメラちなみに皆さんもですけど、HBC ラジオの公式 YouTube。 あ、そうか、だから公式今も YouTube で見れる。スマホでつなげば、YouTube、あ、そう生配信してるの見れます。 HBC ラジオ公式 YouTube で見れますさ。そうだそうですね。でもやだな、こうやってやってんのにさ、誰もこっち見ないで全員こっち見てるっていう。そうですね。あ、本当だ、みんな下向き始めちゃった。全員下向いちゃって誰も見てないっていう。画面で見るよりも、こっちで見た方がいいっすよね。画面で見た方がいいかもしれませんよ。なんで。いや、こっちね、この直接見た方がでっかく見えます。でっかく見えるっていうか、ね、生で見た方が顔が丸く見えますよね。え、ま、そうか、まま、これが有名なまん丸顔です。まん丸顔です。くっちゃんのまん丸顔ですね。あ、待ってください。やめね、あの今回こういう公開イベントといいますか、公開生放送とかに、はい、あの初めて来てくれた、初めて来たという方いらっしゃいますか。初めての方、あ、結構いらっしゃる。お、ありがとうございます。初めまして。ということは、僕も山根も初めて見る感じですか、はい、生まれて初めて出会いました。ありがとうございます。上の方にも初めていますか。どうですか、生山根。どうですか、これが生山根です。生安さん、噂の安さん。なんですか、かわいい。もっとでっかい声で言ってくれた。
ちょっと黙っててもらっていいですか。おい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 、ちょっと、あ、聞こえたかな、聞こえたかな。生山根はどうですか。ギャー、うわどうしよう。全員今可愛いって言った人の椅子に電流が流れます。流れませんよ、ちょっと流れそんな仕組みにはなってませんけど、すいません、本当なんか言わせたみたいでごめんなさい。じゃあ僕も見るのは初めてですか。そうですよね、生安初めてですか。もういらっしゃいます。ヤスさんどうですか。今かっこいいって言ってくれた方には、はい、後で、はい、あの、うん、牛の牛丼のあれ、牛の牛丼のニタファームさんの牛の牛丼のって、それ当たり前です。牛の美味しいの、ちょっと顔赤くなってんじゃないですか。どうしたんですか、どうしたんですか。可愛いって言われてますよ。嬉しい嬉しい。あの褒め言葉に弱いんです。すいません、本当になんか照れる。なんでなんで年取りましたね。照れる、照れるだろう。ちょっと待って、なんでこんな赤くなっちゃうの。ちょっとあの山根はずうずうしいよな、全然平気だもん。いや違うんですよ、いやなんかもう照れ隠しです、もう本当にもうね。ごめん、どうしました。ちょっと恥ずかしいからトイレ行ってくるわ。あ、恥ずかしいからトイレってあ、本当はもうなんだかんだ10分前ですもんね。あれ、これずっとこれ使ってていいんでしたっけ。本当に全頭各地からありがとうございます。あ、これ邪魔してた。さあ、じゃあ、そうだそうだ、あのね、あと10分なんですけど、大事なこと忘れてた。はい、公開生放送の時のもうなんていうの、お約束というか、はい、あの練習を練習、皆さん の, あのわーとか盛り上がりとか拍手も、あの そっち向いてるマイクで、はい、あの拾って全道に放送で流れますので、皆さんこう盛り上げていただきたいんですけども、じゃあ僕がわーって手を回したら、あの拍手してください。いいですか。後ろの方の方もお願いしますね。お願いします。手にいろいろ持っていらっしゃるのは一回どっか膝かどっかに置いて、じゃあいきますよ。はい、はい、拍手。おお、ありがとうございます。すごい、なんかすごい正統派の、はい、NHK の番組みたいな拍手、上手な拍手。あ、じゃあ上手ってことですね。でもちょっとそれだとちょっとまだ寂しいので、はい、じゃあ、もっと盛り上がってる感じで、わーって言いながら拍手してください。わーって言いながらお願いしますね。上の方もわー、じゃあわーわーの練習だけしましょうか。いきますよ、せーの、どうぞ。あー、いいですね、いいですね。ちょっと若干なんか怖い感じの雄たけびみたいな人いましたけど、じゃあ、わーって言いながら拍手、はい、わーって言いながら拍手、いきますよ、せーの、どうぞ。それからじゃあ皆さんこんにちはって言いますから、こんにちはって言いながら拍手、皆さんこんにちは。あ、いいですね、いい、素晴らしい素晴らしい。ありがとうございます。拍手しながら皆さんこんにちは、こんにちはって言った後に、はい、やすさん素敵です、皆さんこんにちは。余計なこと言ってる今。あゆみちゃんかわいい、あゆみちゃんがかわいいと勝手に付け足してますけどね。いやすいません、あの人はマイナス20ポイントです。何ですかそのポイント制。これそんなの、うん、来ていただいた皆さん全員ポイント制になってますから。何それ、ちょっと帰りの段階、今あの安田素敵まで言っていただいた方には、はい、50ポイント差し上げますので。ちょっと待って、何だそりゃ。最終的に何ポイント目指せばいいんですか。もうどんどん1万ポイントでも何万ポイント。すごい先行き長い、ちなみに1ポイント1円で使えますので。どこで。どっかで。どっかで、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 架空ですね、もうね。それは、それは、それは、それ、多少自分でそういうのは考えないといけない。何でも、何でも教えてくれると思うから。じゃあ、今ので練習いいかね、はい。あと7分。そうですね、いいですね。あとなんかやっておくことある？あとは、思い残すことないかな。なんと、HBC テレビの取材のカメラさんが入ってくださったんじゃないでしょうか。本当だ。ありがとうございます。テレビで流れるんですか？かもしれない、かもしれない、かもしれない、流さないかもしれない、共同とかで、
じゃない、ニュースで、え、ニュースなの、犯人がいるってこと、いや違うわ、そうじゃないわ、ちょっとこういうのが開かれてますよっていう、ね、そういうね、じゃあ、すいません、じゃあ、はい、皆さん、もう一回、こんにちはって言います、こんにちは、拍手で、こんにちはって言いながら、はい、カメラ目線でお願いしますいいですか、不自然すぎて使われないよ、ちょっと体はこっちを向いたまま、顔だけ、顔だけそちら側で、あ、カメラさん、じゃあ、カメラさん、こっち向いたから、はい、横からお客さんを撮っていただいていいですか、うわってカメラさんの方に、こんにちはって言いながらカメラ目線でいきましょう、はい、いいですか、じゃあいきます、はい、皆さんこんにちは、珍しい映像だよね、なんかイベントの映像で全員カメラ目線っていう、カメラさんまでお付き合いいただいて、ありがとうございました、すいませんでした、ごめんなさい、もしかしたらこの今の使われるかもよ、そう、何時でしょうね、ちょ HBC テレビも見なきゃダメですね、もうねあ、こっからも出ました音ね、そっからも出たね、ギターの音、あら悲しい感じですね、本当ですね、なんかこんな直前にこんな気持ちにさせちゃってあと、はい、あと5分、ね、あで、はい、12時に始まりますので、はい、12時に始まってしまえばもう1時には終わりますので何があっても、まあ、それはそうですね、確かに、はい、途中で僕が連れ出されるようなことがあるかもしれませんけれども、何やるつもりですか、もう何か問題発言のこととして僕だけ僕が熊のぬいぐるみに入れ替わるかもしれませんけれども、そしたらそれはちゃんとニュースとして流してもらいましょう、それがニュース映像で流れますから、完全ニュースですね、だいたいあれだよね、犯人とか出てきたとこ振り返った悪い顔してるときに映像が止まりますよねあ、止まりますそうね、改めまして写真撮影 OK ですから、皆さんね、わーの時だけは絶対ご協力いただきたいんですけど、はい、他カシャカシャ撮って OK です、動画だけご遠慮ください、上の皆さんは、はい、携帯落とさないように気をつけてくださいね、写真撮影OK ですので、もしなんかご要望があればもう、はい、江戸川さんこっち向いてとか、あ、こっち向いて、一枚脱いでとかそういうのがあれば言っていただければ、脱げる、してくれんですか、脱げるところまでは、今日最後はギター持ってます、最後ギターで隠せますので、そうか、あくまでも服だから脱ぐのは、はい、ギターで、そうか、ギターで裏返したりして、はい、安 100% みたいにしてギターでって超難しいですよめちゃくちゃお盆より難しいですよ、絶対見えちゃうね、うん、そうですね、てか私なんて丸見えじゃん、もう横だから、ね、そうしょうがないよ、横は、横はしょうがないよ、変わりましょう、じゃ場所はやだっつってやださあ今56分45秒、はい、なんだなんだ、もうちょっとで始まる、 あと3分、うん、あとなんかやったことあるかな、あとなんかお水とか飲んどきます、あ、お水、お水飲んどきます、お水どうしたっけ、なんかお水さっきここ置いといたら蹴っ飛ばされてとか言ったさ転がっちゃったんね、あ、そう、すいません、さんの外かな、お水を、あ、これ多分、あ、私だ、旅のお方、お水を、山根のさっきほど転がった水が出てきました、僕の水、やっさんの水多分そこに置いてあるかと、今スタッフが山に汲みに行ってます、はい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 、富士山まで行って汲んできました、富士山の、あ、はい、富士山のお水だ、本当にそうなんですよ、そう、ちょっとだけ失礼します、じゃあ皆さんのご健康と ご健勝とご多幸を記念しまして乾杯スタッフの人が何の乾杯なんだろうって言って、うん、本当ですよね、なんか黙ってればいいのにですよね、もうね、本当すいません、じゃあいいよ、12時になったら黙ってるよ、いや、なんで黙ってりゃいいんでしょ、生放送では喋んなきゃダメなんですよ、あ、モンスケ来た、あ、本当だ、モンスケ来た、モンスケ来たらみんなモンスケのとこ行っちゃうじゃん、みんなモンスケのとこ行っちゃうじゃんわー、モンスケ、かわいいモンスケ、今日かわいいモンスケ、今日かわいいモンスケって何、かわいくないモンスケがいるの、いつもかわいいわ、ごめんなさい、ごめんなさい、モンスケが、そう、かわいい、かわいいね、モンスケだ、モンスケってかわいいな、いいですね、モフモフですよ、モフモフちゃん、はい、あ、スタッフの人に手を取って、はい、そうですね、引っ張ってもらってますね、連れてってもらわないとね、絵になりますね、さあ、あと、あと1分半だ、あ、本当だ、なんだかんだ、あと1分半、もう始まる、どうしようか、なんかどうしようか、はい、最近あったなんか
最近あった悲しい話とかして。なんで悲しい話しなきゃいけないんですか。楽しい話じゃないんですか。もうちょっと楽しい話じゃ普通だもん。いやなんかお母さんのさ、はい、お母さんのあのなんかまたやらかしちゃった話して、はい、やらかしちゃった話。え、井上さんのこと芋上さんって言ったことですか。井上さんのこと芋上さんって呼んじゃったんです。すごい、それももうね、はい、あ、始まるわ始まるわ。もういいわ、すいません。よろしくお願いします。40秒前。大丈夫ですか皆さん。チャック閉まってる。大丈夫大丈夫大丈夫。開いてても大丈夫です。最悪じゃあ開けとくよ。ヤスさんはダメですよ。俺ダメだろ。ドキドキする。久しぶりですね。始まります、始まります。公開放送ね。やってまいりました。始まっちゃいましたね。 HBC ラジオラジフェス2024新札幌サンピアザ光の広場にお集まりの皆さん、こんにちは。ほらほら、さっき練習したやつ、さっき練習したやつ。練習って言わない。何？練習って言わない。もっと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 。ありがとうございます。もうやけくそで叫んでますよ。さっき練習でね、こんにちはのあった後にやすさん素敵っていう練習をしたんですけどね、はい、みんなほとんどやってなかったね今ね。そうですね、あのウォーになってましたね。ウォーになりました。いや、ありがとうございます。さあ、ということで、はい、ラジオフェス2024今日から3日間こちら新札幌サンピアザ光の広場でお送りします、はい、ここはね、あの上が吹き抜けになってまして、天井ドーンと高いんですよ、はい、で上はガラス張りで外のやっぱ光がさんさんと降り注ぐ会場になってまして、ね、そこに特設ステージを作って、はい、ですから会場1階席2階席もずっと手すりにお客さんがたくさん3階席までたくさんいてくれます、ね、皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずは景気づけにご挨拶代わりに1曲お送りします。名も名乗らずに歌います。僕はヤスです。山田由美です。よろしくお願いしま す。それではラジオは魔法の周波数。ワン、ツー、スリー、フォー。皆さん手拍子です。ラジオは魔法の周波数。昨日の悲しい出来事も今なら笑って言えそうです。青い空、天使が舞い降りるゴーゴージャー、ついてないなと落ち込んでいちゃ、あっという間に今日が終わる。今日も十日の笑いのゴングが鳴る。仕事で失敗怒られてもぎっくり腰が痛くても、僕らの声が聞こえるかい、カーナビラジオを知ってるかい、hey! ラジオは魔法の周波数。
10年後もに10年後も君と笑っていたいね。はハートの周波数逃げても無駄だよ Falling up 今日も全力で坂道を One, two, one, two, three, four, one。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は生放送でやることがいっぱいあるので、はい、なんかワンコーラスでフェードアウトされましたあ、そういうことだったんですね。初めてじゃないですか、なんか全部歌い切らなかったの。あ、そうだね。そうですねやりたいことがいっぱいあるんです。ディレクターがね、はい、全部歌わせねえよって言ってねそうですよ、だってお散歩とよだもんありがとうございますさあ、ということで、はい、ラジペース2020始まりましたけど、はい、まあ初日からたくさんの方に来ていただきまして本当に朝10時にね、スタートしたんですけれども、はい、もう10時の段階からもうあっという間に客席が埋まりまして、本当ですね、客席がね、まあ後ろの方は立ち見になっちゃってるんですけれども、椅子こう並べてあるんですけど、客席ね、何席ぐらいあるかというとね、だいたい2000席ぐらい椅子並べてる。いやさ、大丈夫ですか。疲れてます。あれそんなにない、そんなにない、そうですね、ちょっと待って、ね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あの日が暮れる200席ぐらいあるんですけども、はい、そのあっという間に終わりました。ありがとうございます。後ろとね、あと2階3階の2階、そうあれ2階3階人が増えてきてる。そうなんですよ、だから立ってる方の数がめちゃくちゃ多いので、すごいですね、本当ありがとうございます。まあ、1時間生放送ですよ。中にはね、中にはあれですよね、あ、後ろも2階にいる。でも中にはあれですよね、あのなんだか知らないけど人がいっぱいいるからいい、なんか野獣馬的にいる方もいるかもしれませんけど、ありがたや、それもありがたや、そんな方でももちろん参加していただきたいと思います。 HBC ラジオのラジフェスということで、はい、各番組のパーソナリティが、次から次へと出てきます。はい、はい、やりますの で、 でトークステージ、そして我々は公開生放送やらせていただいて、はい、あとね、今年もそうなんですけど、うん、美味しいグルメがたくさんあります。そうなんですよ、外の屋外のお祭り広場にはたくさんの美味しいブースが並んでおります。はい、それから我々今来てますけれども、今年のラジフェスのオリジナル T シャツも作りました、はい、手首にいっぱいつけてますけれども、ラバーバンドカラフルな、番組によって赤や黄色や緑など、はい、いろんな、もうお客さんでつけてもらってる、してる、ありがとうございます。ね、あの方白とオレンジだからね、なるみつとカーナビラジオだ。ありがとうございます。もう番組でね、番組で色がはっきり分かれてます。カーナビラジオはオレンジ色のラバーバンドですので、うん、今他の色のラバーバンドはちょっと出せないですよね。いやいや、そんなことないですよ、何色でもいいです。しかもこれ何が当たるか分かんない、袋がちょっとね、ガチャポンみたいになってますので、そうなってますので、ぜひお楽しみいただきたいと思いますけれども、さ、さあということで、カーナビラジオラジフェススペシャルをお送りしていきます、はい、皆さん最後まで1時間よろしくお願いします。